え皆さんこんこにちは、えー、今ご紹介いたしていただきました佐々木でございます、えー、私はですね本日あのインプラント今て高橋先生がご説明になられましたように骨に植えてでその後その上にちゃんといわゆる歯の部分を作っていくわけですよね、えー、そこのところのお話をさせていただきますでここにこにの今 <laughs> 歯科インプラントの補うつづる処置って書いてありますがこれ読める方はいらっしゃいますか歯科あるいは医,医学用語ではこれ補定図って読むんですよね補定図歌舞伎とかご覧になっていらっしゃる方いますだと補定ですよねあっちだとね歌舞伎あるいは浄瑠璃の台本はこの字を書いて補定って呼んでますね いわゆるあのむ昔こう破れた古文書とかそういうのをこう字を推測して足していってその文章を復活させるようなものをこの法廷図法廷位って呼んでるわけです。でこの字を使ってですね医学あるいは私学の方の領域だと亡くなった部分体のどこか一部失った部分の形とか機能を回復させる治療を ま、補綴処置という形で読んでいるわけです、えー、今回、私はですね。まあ、この <laughs> こちらの専門でございまして。このいわゆるインプラントのこのボディを。 骨の中に植えてその上にこうやって作っていく部分でございますがこれが法定通治療と呼ばれるところで、えー、ここについて少しお話ししていきますで今までお話ありましたようにインプラントの治療はまずあの診断があってですね、えー、このような CT 画像等を使った診断があって、えー、高橋先生おやりになったこのインプラントの埋入という部分があってそしてインプラントがこの骨とくっついたら やっとそのの上上にここうういい土台ををつけけてて物せくわけでございますでその後、まあ、航空ケアと定期的な検診というものが必要になってまいりますが、まあ、ここの部分もですね実はいろいろな形があるんですねで本日は一応最新のという形をつけさせていただきますが、まあ、今やられている この上物のどんな種類があるかあるいは固定方法がどうなっているかというところのお話とあとですね、あのトップダウントリートメントまあ補綴手動型の治療というところをちょっとお話ししてあと力の問題を少し入ってみたいと思いますでまずこの上部構造の種類ですが、まあ、今まであの写真で出てきたのは非常に少ない歯の欠損のところに。 何数紙、えー、失われたところに1本だけこうインプラントを入れるとかっていうのが大体の症例で,でございましたが実はです、ね、いろんなタイプがあります。でこれを大きく分けましてですね固定式のものとこの仮鉄式いわゆる取り外しが可能なものがあります。 で固定式というのはです、ね、インプラント体にその上部構造をセメント、あるいはネジで,です、ね、固定しちゃうもので、患者様ご,しご自身での取り外しはできないもの。で一方です、ね、仮鉄式というものは、まあ、土台としてインプラントを使って、患者様ご自身での着脱が可能というものになります。でちょっとお見せいたしますと、こちら、ここの欠損のところに土台を4本植えて、そこのところにこういうふうに葉を。 まあ、いわゆる一般的な歯の治療と同じようにくっつけてしまうというのがこちら固定式のものでございますがこちらはですね欠損のところにこのような土台を入れておいてここに取り外し式の入れ歯を入れるという形になっています。でこちらはですねあの歯ののないい欠損の数が多い 下はもう全部の歯がないという状況ですが、そこのところにまあ数本のこうインプラントを入れて、それで持たせることができるということになります。で、もう1回こうやって見てみますとですね。まあ、固定式は取り外しができない。仮設式は取り外しができるまあ、す。なわちこちらはですね。入れ歯あるいは入れ歯特に部分症の。 部分入れ歯の場合でも片付くとかですねあと総入れ歯とかだと外れてしまうという問題が皆さんお困りの部分もあると思いますがそこのところをですねほんの数本のインプラントを入れて解決してあげようというのがこちらの考え方でございますでちょっと固定式の方から少しお話ししていきますが固定式にもですねセメントでがっちり固定しちゃうやつとスクリューで固定する場合があって、まあ、セメントの方はですね 一回くっつけてしまうとは取れないわけですね。こちらスクリューで固定するのは、我々歯科医師はスクリューを外すことによって着脱することが可能なんですね。そうするとメンテナンスが容易だと。としかしながらスクリューつけてありますので穴が <laughs> どっかに必要なわけでございます。ちょっと見栄えが悪いかなというようなところがあります。実際にちょっと症例見せてい お見せしますでこちら、この真ん中の歯は残っていて、そして奥の歯も残っていて、そこのところにこういう数本の欠損があるわけでございますが、ここに、まあ、インプラントを1、2、3、1、2、3という形に入れてですね、でここのところにこういう上物を、まあ、これはセメントでくっつけてしまいます。で非常にこう入れてしまえばもうあとは 先ほど来皆さんを見ているように普通の歯と何ら変わらないただ皆さんもここでお分かりですがここ,このお掃除が非常に大変なんですよねインプラントもここからまあ炎症になってくると非常に悲惨な状況になってきますで患者さんはこの自分の歯以上にここのお掃除を一,一生懸命やってもらわないとだめなんですねちょっとこれはまあお掃除もしにくいんですよね そこは気をつけていただかないとダメですが、見てはお分かりのように、もう本当にご自身の歯と同じように噛めることができますし、見栄えもいいと。で、こちらは下の顎のところ、このくらいの欠損のところに入れた場合ですが、まあ、2本入れてこんな風になるわけですけども、まあ、これも非常に見栄えもいいし、あれですよね。で、これの利点というのは、隣の歯には何だ処置をしなくても、ここだけで済むということですね。ブリッジだと 隣にある歯を自分の歯を削ったりしないとダメですけどね、インプラントはそういうことをしなくても大丈夫だという利点があります。一方、こちらはですね、スクリューで留めるタイプのものです、まああの。形自体は変わらないんですが、ここのところにこう、かみ合わせのところにこのアクセスホールっていうのがあって、ここからスクリュー、ネジを入れ込んでいって、ネジ止めするというタイプでございます。まあ、ね止めしてしまったあとはですね、こういうお見せするように。 いわゆるもうご自身の歯と同じような形になってしまいますので患者様にはあまり、えー、セメントで固定したものとの差というのはありませんが、まあ、我々にとってはこちらの方が何、ね、かあった時に外せるんですよね。 例えばこれだとこっち側がアクセスホールがこういうふうにあってここちょっと白いの詰めてありますがもしここ不都合があったりとかですねなんか下の方が汚れてきたなとこういうところが汚れてきたなという時我々はこれを外して取ることができるわけですこっちはセメントで固定しておりますのでこれは外せないただこの症例の場合にはこちらはただ1本だけですのでう周りの清掃は意外と容易 こっちは2本あって2本連結してますからここら辺の清掃がちょっと難しいかなと何か起きることがあるなとでこっちは外せるようにしているとまあこういうような形でいろいろ使い分けるわけですで一方こちらは可鉄製のものですえこのような虫がくになった状態のところにまあインプラントあすいませんこれも固定式ですえインプラントをこのように7本入れて全体的にこう これを固定してしてままいます、えー、これちょっとミラーに映ってますのでここ下の部分がこう金属なんですね金属の部分がこの粘膜について,っていただこの場合も非常にあの一回止めてしまいますと患者さん一生懸命あのお掃除をしっかりとしていただかなくてはいけないただし入れてしまえばもう取り外しの入れ場ではございませんのでご自身の歯と同じような形で噛むことはできる いろいろいい点悪い点というのがあるわけですで。一方こちらがですね、今度は取り外しが可能なものになります。上学の全部歯がなくなったところに4本だけこうやってインプラントを入れて、まあ、取り外し式の入れ歯を入れるということができるわけです。そうするとですね、これあの、まあ、上学ですから一般的に吸着とかはいい装儀紙ができるわけですが、この場合ですとですね、もうここの真ん中の部分。 ここの顎の真ん中の部分とかも覆う必要がないんですね。ここで全部維持力が取れますので、外れてこないで噛んだ時も型つき等が起こらないというまあ利点がございます。で入れてしまえば、まあ綺麗な状態にこういうふうに入ります,とます。あとこれがですね。この頃、まあヨーロッパとかアメリカとかでですね。かなり広く使われているタイプになりますが。 科学のです、ね、下顎の方の全部将棋っというのは一番こう難しいんですよね、はずまあ、吸着が難しい、外れてきちゃうとかでかたいてなかなか噛めないというときにです、ね、この下顎の真ん中のところに1本だけインプラントを入れるんです、1本だけ、そしてこのインプラントに、まあ、維持力を期待してです、ね、維持力を期待して、まあ、あ技師を入れてしまいます。 そうするとここだけの維持力でかなりこう口の中にとどまってくれますので、まあ、非常に咀嚼力は向上するというところになりますで上の方はまあこれだけし,しっかりした顎ですので普通の義師で対応ができると,とこれでお分かりのようにもう本当に1本のインプラントが非常に義師のクオリティを向上させる いうことになりますしこの取り外し式のものですのでここの周りの清掃というのは患者様ご自身がですねかなり容易にすることができます外してここの周りを歯ブラシで一生懸命磨いていただければいいわけですちょっと前に戻りますがこのタイプもそうですねここ外してここをきっちりとお掃除してもらえればここのところの歯茎は非常に健康に保たれるということになりますで 今お見せしたいろいろな症例ありますが非常にきれいに入っていると思いませんかあの顎の状態あるいは口元の状態に合わせた位置に全部歯が並んでますよね。それはですねあのこの補鉄手動型というかトップダウントリートメントといってあらかじめですね最終的なこう歯並び顔願望 かみ合わせというようなところ、まあ、自然な状態でどういう感じになるのかというゴールを設定してです、ね、それに合わせてインプラントの打つ位置とかそういうものを決めていくという方法をとっているからなんです。インプラントを打つ前に、はじめにこのように歯の形がどんなふうにあるべきかというところをワックスでこうやって作っていって、これを CT の画像とかと合わせて混んで,です、ね、は、ま、じ、あ、めにデザインするわけですね。そして まあこういうところにやれば先ほど高橋先生からもありましたがいろいろなところに障害がないというところをこう診断してこういう位置に打てるようにこんなようなサージカルガイドというやつをあらかじめ作るんですねでここの穴に合わせてあとはインプラントを打つ穴を骨に掘っていっていただくようになります。 でこのトップダウントリートメントで安全確実かつ神秘的なすごいきれいなそして機能的なインプラント治療が可能になりますで我々のこのインプラントセンターではですねこの全症例サージカルガイドを用いたトップダウントリートメントを実施しておりますので、まあ、症例的にも非常にきれいなものになっているというところですで最後ですがインプラント先ほどは言ってますがすべてがいいというところではありません で特にですね、この感染ここの部分このところはご自身の歯よりもやっぱり感染に弱いですしたがってきれいにとにかくしていただかなくてはいけないまあ一つはこういう感染の問題がありますそれからもう一つはですね、力の問題があるんですね、えー、噛み合わせの不良、まあ、この不適切な上部構造ということになってしまいますが上に入れたものの きちっと設計されてないということになりますが、まあ、そういう場合あるいは歯ぎしりとか食いしばりがある場合、えー、ここに力が加わってくるとです、ね、せっかくこう骨にくっついてたのがまた再度骨との結合が取れてきちゃうわけですねそして外れてしまうという原因になりますでインプラントのとこ、ま、周囲にはですねかなり大きな力が加わ加わりますので皆さんかむ力どのくらいかご存知ですか全,身全部の 健康な歯列でぐっと噛みしめたときは1 0 0キロ以上になりますからね例えばあと奥歯6番に加わる力っていうのはですね第1第9歯に加わる力っていうのは6 0キロ以上加わってますまあインプラントにしても同じなんですねそういう力が加わるとこの骨の周りのところに骨の周りに非常にストレスが加わってくるで方向とかなんかがダメだとですね骨がどんどん吸収してくるというようなところがありましてまあこの 咬合力をコントロールする必要があるわけです。まあ、そこら辺があインプラント治療のまあ、難しさというところになります。で、まあ、インプラント治療しかしながら、まあ、この歯の喪失によって失われた噛む食べるという機能楽しみというものをですね、あの回復することができる非常にまあ、優れた技術でございます。 で本来の自分の歯に近い感覚で力強く噛むことが可能ですので、まあ、あの健康で活力のある長寿社会というところには非常に貢献するものと思いますしかしえインプラントできない方もあのいらっしゃいます高橋先生も言っておりました、まあ、その時にも皆さん不安に思わないでくださいい私非常に腕のい,い 入れ歯屋さんですのでその場合にはそれでも対応できますからぜひとも大学病院の方受診していただければと思います、えー、ちょっと時間を詰めようと思って詰めましたのでこれで終わらせていただきますありがとうございました